さんこんにちは、森有です。はい、今日は待ちに待った7月1日ダイソーとフリューさんがコラボしたガールズトレンド研究所第4弾の発売日でございます。ということで私でんゲットしてまいりました。あのね、実は今回大型店舗に行ったんですけれども、やっぱりすごい人気で、朝の9時前からずっと並んでて、若い子たちが、若い子ってまあ同じぐらいなんですけど、ゲットできたので皆さんに見せたいと思います。これがガールズトレンド研究所の分なので、今回はこちらを紹介します。何買ったんだいっていうぐらいのこっちもまた違う動画で紹介したいと思いますので、今日はこれを真っ先に皆さんにお届けしたかったので真っ先に撮りました。ではバンバンバンと紹介していきたいと思います。1個目の商品はこちら。はい、かわいい。ベイビーって書いてあるピンクのクリアポーチと、チェリーって書いてあるレッドですねのポーチでございます。正式名称はハート型ポーチ。そしてこちら、はい、ドリンクボトルになります。これは4種類あったはずです。はい、そして3個目、こちらでございます。またまたポーチです。これはフロストポーチっていうポーチ名ですね。中に型崩れしないように入ってると、びっくりした、私ホチキスで作ってんのかと思った。全部で4種類私が行ったところはありました。そしてこちら、可愛くないですか。てかなんかすごいすごい、なんだろう、この伝わる、なんかこのお揃い感伝わる防水ケースでございます。かわいいよ。これはね、また後で使う時は紹介します。そしてそしてじゃん、こちらはですね iPhone6S と6と7が使える携帯ケース。でこれも一緒です。アイスクリームとマーメイドになります。モコモコっていうなんかキャラクターみたいな、これのモコモコバージョンがあります。えって思った方見に行ってみてください。モコモコだってわかるから、モコモコしてます。はい、そしてこちら、これ一番欲しかったんです。なぜかってマイクがついてるんです。これイヤホンマイクなんですね。今までピンクでイヤホンマイクってなかったし、しかもこんな可愛いデザインなかったし、しかも200円なんです。めっちゃ安いと思ってとりあえず買いました。いつも私ガールズトレンド研究所買うたんびになんか大人になったなって感じてます。そしてもう一個ノートになります。これはイエローもあったんですけど、私はやっぱりピンクなのでめっちゃ可愛い、本当に。でもああ最悪、買ってきたのに、なんかもう切れてる、すでに切れてる。そして最後によいしょ、はい、ベイビーのバッグでございます。これは300円商品なんですけど、もうね私迷わず飛び込んだよね。とりあえずこれなんでこれ素晴らしいかって、もう大きいんですよね、見てわかる通りなんですけど。なので多分今買った商品全部入ると思います。まずこちらボトルでしょ。あ、またこういうご丁寧なことに型が入ってるボトル。これガサバってますけど、普通に持ってく分には入りますよね。携帯でしょ。そしてポーチ、ポーチも入るよ、すごい。あ、これすごいね、めっちゃ入るじゃん。そしてもう一個入れます。ポーチすごいすごい、全然入る。そしてはい、入れます。そして最後にじゃん、これを結構かさぶるかなと思ったんですけどね、入った。ここが重要ですよ、チャックが閉まるのかと。余裕、ほらバーン、全部入りました、すごい。ほらやっぱね、中は見えてしまうので、なんか可愛いものをみんな入れてね、なんか見えちゃいけないものとか入れないで、可愛くこう包んで入れてください。でもこれ全部入るんだよ、福袋みたいに紹介してるけど、とりあえず全部入るんだよ。 B3 とかレジャーシートとかもあるんですけど、全部これに全然余裕で入るから。しかもなんか本当に B3 とかはもう海とかね、流れちゃったことあるんです私。だからいつも2つ持ってくんだけど、もう100均だし、しかも超可愛いから、まあ、なくさない、もう意地でもなくさないんですけど、だけど何があるかわからない時用に、やっぱりこういうねバッグの中にいっぱい入るバッグにこうやって持っていくのは大事かなと思うので、ぜひ皆さんこのバッグ超可愛いから見てみてください。これの他にももう一個色違いで、イエローグリーンの
あのね、オーマイガーって書いてあるやつがありました。それも可愛いんですけど、私はやっぱりピンクなのでやっぱ何回言った今回とこれ何個も欲しいぐらい銭湯に行きたいです。私これで海よりプールより先に銭湯に行きたいってか銭湯に行きます。ということで今回のダイソーとフリューさんガールストレンド研究所の第4弾の商品はこんな感じでございました。まだまだまだね私の手元にないものがあったりするので、それは随時買い足して皆さんにお届けしていこうかなと思いますので、ぜひ見てみてください。そして今回のガールストレンド研究所の商品はこちらになっております。はい、今回の商品はですね、ビーチサンダルだったりとか GT サンダルっていうやつがあって、あのレディースとメンズが出てます。彼氏と彼女とカップルと旦那さんとお嫁さんとみたいな感じで、みんなでお揃いで海とかに遊びに行ってみてください。ということで森有でした。せーの、おつわり、バイバイ。今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録ボタンはここら辺に出しておきます。そして過去の動画はここら辺に出しておきます。これは100均の大量買いシリーズにしておきます。今回もガールストレンド研究所第4弾めっちゃ可愛かった。やっぱね、夏だからネオン系多いですよね。次回もお楽しみにしててください。ではでは、森有でした。バイバイ。